以下、鍼灸石骨院向け酸素カプセル酸素カプセルとは、カプセルの内部の気圧を標準気圧以上にする加圧装置を備えた健康機器。高圧酸素カプセル、高気圧酸素カプセル。高気圧酸素カプセルは、もともとは無重力の環境に滞在する宇宙飛行士の健康管理や体力の維持の目的で研究、開発された。 日本における酸素カプセル研究の第一人者である、京都大学人間、環境学研究科神経科学研究室の石原、明彦教授によれば、気圧だけでなく酸素の濃度も上げる、酸素カプセルの場合、糖尿病など、生活習慣病で、代謝の回復が見られ、高い治療効果が見られるという。カナダの病院で使用されている、 高圧酸素カプセル人間一人分のスペースのカプセルの内部に入り密閉を行い、加圧装置によって内部の気圧が標準気圧以上の1.1から1.5気圧程度に加圧される仕組みの健康機器。機種によっては酸素の汚縮器を備え、地球の大気に含まれる酸素の割合よりも酸素の比率の多い気体を内部に充填するタイプの機器もある。加圧された 内部環境で横になって休息することで上昇した酸素分圧を背景に肺胞から酸素を取り入れる効率を向上させると言われ疲労回復や血行促進に効果があるとされる通常より血液中に酸素が溶けやすくなる現象を妖怪型酸素の増加と表現する媒体もある酸素摂取は肺からしかできないが酸素の溶解度は非常に低いので 妖怪型酸素による組織への運搬量は血液で運ばれている全酸素量の3%に過ぎず妖怪型酸素だけでは体が必要とする酸素量を供給することは不可能なので97%が赤血球中のヘモグロビンへの酸素の吸着によって運搬されるように肺呼吸生物は進化してきた肺胞を通過した直後のヘモグロビンの酸素飽和度は100%なので 酸素分圧を1.5倍に増加させても、これ以上、酸素飽和度を増やすことはできない。安静時には、そのヘモグロビンに結合した酸素の約30%が抹消の臓器で消費され、その結果、酸素飽和度約70%の青い静脈血となり、肺へ、再び酸素を受け取りに行き、酸素飽和度が100%弱の赤い動脈血となる。一方、 妖怪型酸素の貢献度は三パーセントなので一点五気圧程度に加圧された場合、妖怪型酸素は一点五パーセント増加する。したがって、積極球中のヘモグロビンへの酸素の吸着によって運搬される九十七パーセントの酸素に比べると妖怪型酸素の影響は極めて小さい。現在日本国内で販売される健康機器としての酸素カプセルにおいては安全上。 実際に内部に充満する空気の酸素含有量が30%を超える機種はない。カプセルの素材や合成によって、ハード型酸素カプセルとソフト型酸素カプセルに分類される。ソフト型は折りたたんで持ち運べることから、アスリートが大会などに持参するケースがある。これに対し、ハード型は主に業務用に使用されるために合成が要求される上、 耳抜き支援システムやエアコン、テレビ、音響機器といった付加機能を追加することで快適性を高め、一般に価格はソフト型の約2倍ほどである。当初は大きなスポーツイベントの都度活躍した選手の秘密兵器としてマスコミに取り上げられたり、水泳、サッカー選手や陸上競技選手に愛好家が多いことから一般に認知されるようになった。こうしたためか、 2012年度には、岩盤浴、フットケア、ゲルマニウム温浴など19項目のメニューについて、20代から30代の女性に対する聞き取り調査では体験してみたいメニュー第1位に選ばれた。ただし、酸素カプセルは体感度は弱く短時間カプセルに入っただけでは、具体的な変化はわかりにくいという。京都大学人間、環境学研究科神経科学研究室の石原、 秋彦教授により、酸素の濃度も上げるタイプの酸素カプセルでは、神経、遺伝、アレルギーに関係する疾患には、効果が認められないものの、糖尿病など、生活習慣病では、筋肉などの代謝が低下しているため、酸素を体に取り込むことで代謝が良くなり、改善効果が確認されている。動物実験で、糖尿病抑制、改善できたほか、疲労、血行障害、 肩こり、手足の痺れに効果が確認された。また、スポーツ選手や慢性的に酸素不足の人には定期的に使用することを推奨している。使用時間は1日60分程度が最良としている。疲労回復、動脈硬化、難聴ベニエール症候群、糖尿病性エソ心筋梗塞、頭部外傷、ベルマヒ、偏頭痛、骨折、浴槽、 レオロジー効果によるアンチエイジング、コラーゲンの合成や、新陳代謝の高まりによる美肌効果、脂肪分解酵素のリパーゼの働きの高まりによるダイエット、ストレス解消、炎症を起こした組織の修復には多くの酸素が消費されることから、十分な酸素の供給による怪我の治療促進効果、記憶力、集中力向上、二日酔い、時差ボケ、 ボケ防止などに効果があるとする病院もある。近年では、ビスホスホネート製剤の副作用による顎の骨の絵師の新たな治療法の一つとして、試みられている。機器の加圧状況が安定気圧ステージにある酸素カプセル内部で、利用者が息こらえを行うと、その時間の延長化を実際に体感できる例が多い。この場合、カプセル内部の気圧が変化するステージで息こらえを、 行うことは避けるべきである。水深3メートルの潜水を行った場合に体に受ける圧力と同等の加圧によって、健常人に健康被害が起きることはないが、中時の内圧を外部の気圧と並行させる行為が必要になる。耳抜きと呼ばれ、スクーバダイビングにも必要な時間に通気をする技術である。酸素カプセルの内部で行う耳抜きは顎を動かすか、 唾液を飲み込むだけで簡単に行える人がほとんどで、あるが、個人差により、鼻をつまんで息を鼻腔内に入れるバルサルバ法という耳抜きのコツを要する場合がある。一方、航空機内部の減圧状態によって、様々な健康被害が発生することは、航空機利用者に常識と認識され、航空会社も注意喚起している。高気圧作用により、体内に活性水素を発生させ、 活性酸素を中和させることが可能という意見がある。一方、副作用としての酸素毒性は1.5気圧以上で散発的に見られ1.75気圧を超えると、その頻度が増す活性酸素による影響などの指摘もある。ありがとうございます。